足利忠義は室町時代初期の武将で、室町幕府初代将軍足利尊氏の弟として1306年に生まれました。冷静沈着で実直な性格の持ち主であり、兄の尊氏と共に鎌倉幕府打倒に参加し、その後室町幕府の設立と運営に大きく貢献しました。忠義は副将軍として行政や司法面を担当し、公家や寺社との協力関係を築きながら優れた政治手腕を発揮し、室町幕府の実質的な最高指導者とも言われるほどの影響力を持ちました。また禅宗を厚く敬い、臨済宗高僧の夢窓疎石との対話は夢中問答集として出版されるなど、文化面でも貢献しました。しかし保守的な政治方針を持つ忠義と革新派の高師直との対立が深まり、やがて室町幕府を二分する争いへと発展しました。この対立は官能の上乱として知られる兄弟間の争いへと発展し、1352年に忠義は失意のうちに命を落としました。足利忠義はその政治的才能と文化的素養によって室町幕府の基礎を築いた重要な人物でありながら、兄との不和によって悲劇的な最後を迎えた複雑な歴史上の人物として知られています。